一緒に遊ばない？僕と一緒に行こうよ。大丈夫、僕を信じて。早く遊ぼうよ。よし、やるか。始めるぞ。素晴らしい選択だ。あなたのこと待ってたのよ。一緒に行きましょう。ヘイタッチ、ヘイ。あなたと一緒ならどこへでも。これからいつも一緒ですね。準備万端ですよ。共に行きましょう。ふっ、ほーでやー、ふっ。あなたと一緒ならどこまでも行けます。いい判断です。
私はソウルダイバーの皆様をご案内するシステム、ダニアです。あなたは二の国で世界を救う勇者になることも、王となり国を治めることもできます。それでは心の準備はできましたか？私は大丈夫です。早く女王様のところへ。すまねえ。生きてまた会おうぜ。諦めぬか。その地図が王国の命運より重要だとでも言うのか。これを守ることが王国の私の使命です。そうか、ならばその使命とやらもこれで終わりだな。女王様、ん？何がどうなってんだ。もしかしてヤバい状況か。
まだ生き残りがいたか。おいてめえ、今すぐ女王様から離れろ。あなたはどの世界にも属さない人、それがあなただったなんて。貴様らから始末してやる。あなたの言う通り、私の役目はここまでのようです。ようやく諦めたか。クー、頼みましたよ。え、急にどうして。シュノキシーよ、どうかお願いします。それは守護石を、この世界の運命を。させるか。少し我慢しろよ。少しでも遅かったらやられてただろうな。とにかく命は助かったんだから、報酬くらいは我慢してくれよ。さーて、たまには真面目に言ってみっか。女王様は無事なのか。間違いなくチーズって言ってたぜ。守護石が王国の宝物なのは確かだが、とにかくあいつらが狙ってるものは俺たちが持っているんだから、女王様をどうこうしても意味がないはずだ。いずれにせよ、女王様を助けに何としても王国に戻らねえとな。ひとまずここがどこなのか調べようぜ。行こうぜ。お、あれは。ここはエスタバニアだな。かつて世界を統一した国だ。エスタバニア行ってみようぜ。このまま名もなき王国へ戻っても、女王様を助けるんだ。俺たちの頼みを断るような真似はしねえだろう。まずエスタバニアへ向かう道を探そうぜ。はん。お？おほ。ついて行ってみようぜ。これは何が起こったんだ。見つけたぞ、さっきの変なやつ。待て、聞きたいことがあるんだ。うわー、外の世界のやつらじゃないか。おーい。プンプン。捕まえたぞ。うわ、痛い目に遭いたいのか。落ち着け、俺たちはな。ん？おい、なんだこいつらは。ついてくるなって言っただろ、お前たちのせいだ。え、
子たちは後ろにいてね。あとは私に任せて。私はクロエ。相当な実力をお持ちですね。もしよかったらお名前を教えてもらえませんか。この子たちはペット。よしよし、かわいいね。誰がペットだ。あ、怒るともっとかわいい。俺はクー様だ。おほん、オイラはポンポンだ。ところでお前たちに謝らなくちゃ。俺たちはエスタバニアへ行く道を探してただけだ。出口を教えてくれ。ほん、オイラが森から出られる道を教えてあげるよ。代わりに一つだけ頼みを聞いてくれないか。こんなところに置いておいたら危ないからね。なんだ。私がやる。おい、よく考えた方がいいぜ。間違いなく持って逃げちまうぜ。もしかしてお姉さんのこと信じられないの？そうなの？一瞬背筋がそっとしたよ。ねえ、卵をお願いしてもいい？なんだ？シシ。あー、超かわいい。ふう。もぐじ、大変だ。この辺りの森がどんどんおかしくなっているみたい。どうしよう。ほうほう、森が恐怖に震えておる。一体何が起きているのやら。面白そうな子らを連れてきおったな。そこの小さきものは前に見たことがあるような。それから二つの魂を持った子たち。一体何を言ってるんだ、このじいさんは。ちょっと変わってるけど、いい人たちだよ。
この人たちがオイラを助けてくれたんだ。ほほう、本にすまんの。わしも何かお返しをせねば。そうじゃ、これがよいかの。さあ、行くぞい。それじゃあ行ってみるかの。こいつ、誰が自分を助けてくれたか分かってるみたいだな。ほほ、イマージェンじゃ。私は？私には何かくれないの？ふっ、じいさんもお前の不純な動機を見透かしてるぜ。それじゃあ、クー、私はクーが欲しい。はあ、思い通りになると思うなよ。気になって仕方がない顔してんな。よし、このクー様が丁寧に説明してやろう。こいつは心の戦士イマージェンだ。汚染される前の森の心から生まれたんだ。こいつは今、感謝の気持ちを抱いている。ゆっくり説明してやるから、耳の穴かっぽじってよく聞けよ。意外な仲間ができたな。仲間って私？クロエのこと？な、何バカなこと言ってんだ。イマージェンの話だ。イマージェン。あ、あれって、うわー、大変だ、魔物たちだ。汚染された森から追いかけてきたみてえだな。ちょうどいい。エスタバニア？あ、私そこへの行き方知ってる。俺たちが？お前と？なんで？断る。悪い子ではないようじゃが。オイラもクロエが悪い人には見えないな。くぅ、俺だけ悪者になったみたいじゃねえか。どうして誰も気づかねえんだ。そんなこと言っちゃって、クーをテリアさんなの。さ、それじゃ出発。
わいいお尻。あ、痛い。何すんだよ。わお、うくぅ、ギュッてしてもいい？ダメ。あひぃ、捕まってたまるか。一緒に行動する必要ないよな。クーったら恥ずかしがり屋さんなんだから、クロエと離れるのが寂しくてわざと冷たくしてるんでしょう。その心配なら無用だ。今までで一番素直な気持ちで喋ってるんだからな。わかるわかるよ、お姉さんよくわかる。また会おうね、バイバイ。クーもね。ふう、やっとどっか行ってくれたな。あんな人間は初めてだ。よし、それじゃあ王様に会いに行くぞ。助けてもらうんだ。